理由が解決したんだけど、解説はそうですね。まあ、これで出ちゃうのはいいかも。入れないんだろう。絶対足入れた方がコントロールしやすいと思う。どこ行くの？同じ感じだよね。ダメだ。あれダメだ。石尾さんはミニトーンが上がるなって。もうちょい山下が上がると思う。いや、行かなくてもね。右回りだって言うけど、左行くの。彼はこういう日得意だよ。高めで山の方につけば上がれるんだよね。低いとね、ダメなんだよ。どうしたら潜っちゃうんですよ。あの谷嫌ですよね。下まで行ければ。奥に来すぎたね。もっと前面のまま降り。そうそうそう、ちょっとね、ちょっと低いとね、潜っちゃう。あそこでずーっと上げるいいのこう、そこに来ないと。こういうふうにこうカーブして。え？けど俺の正体は確かめてた。じゃあ、その後。引きすぎでしょ。一回引いちゃってこれ入っちゃうとさ、戻すとタイプラグが入るの。ただのリングオーバーやってみやんな。そうさすがにショートさんまっすぐ。ちょっと持ってくるのよ。いやー、戻ってこれないっていう恐怖が。いや、オフ時にバンってオフ時の上乗っちゃう。乗せてもね、多分ね、こう風がこういう風に強いから、もうこういう風な格好なのかもしれない。だからちょうどこの辺の前の方のこう下がってるところのここのこう泡で一回ピュッと上に上げちゃうね。このまま流して富士の上側まで行けば、あれで上がっちゃうと思うよ。あのまま割と上に上がると。ちょっとテイクオフレベルよりも高くいってほしいよね。そうすれば問題ないと思う。もう大丈夫。彼はね、この風得意なんだよね、割とね。はっきり言って、あそこでもうこう上げて向こう側行っちゃうと思う。
やっぱりやっちゃう。これでちょっと高く上がればそっちの裏側に入れる、うん、そうすればクロスもうちょい、もうちょいクッて入れば多分ガンって言ったら、そうそう、ちょうどこういう風にこう、うん、このこっからこう上がってぐらい、ね、そう、うん、もうちょい中入っていくけど、アウトサイド。だって田んぼ1枚以上オーバーじゃん。奥に入りすぎるときついな。でも裏側があるか、あそこでちょうど弱いところがあるんだけどね。いや、前に出ないとダメだな。
あぶれ、これぐらいで来るんだ、うん、いいんだよ、また来ちゃった、また来ちゃった、あぶねえな、すごく快かった感じです。あとはそんなに変わらなかった。やだな。傾いてるよ。右側、左側が上がるから。うん。だからちょっとこう、左側がワイヤー緩んだ調子に走ったんだ。まあ、ベースバイ揺さぶりゃいいんだけど。アップライト。風が弱いときはいいんじゃない？弱いときはいいね。うん。はい。どうしてんの？